の大地からの贈り物、雪解け2021完成。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる、チャンストゥチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第159回目のテーマは、北の大地からの贈り物、雪解け2021、仕上がりましたということで、これです。はい、こちらに今映っています、まあ、ミスター誠二が抱えていますね。はい、この雪解け2021と、その、タグラインには、北の大地からの贈り物という、こんな名前がついていますということですから、北海道の私の出身地であります十勝の芽室町でできたブドウを、それをこう、トラックで東京まで運んできまして、そしてあのビンヤード玉で醸造し、今石川酒造がその醸造も手伝ってもらいながら石川酒造で販売もしてくれているという、それがこのまさにこの雪解け2021と、2021というくらいですから、今2023年ですからね。ということはこの時ブドウができたんですけども、醸造してそれから1年樽に寝かせて立って美味しくなって瓶詰めされたということなんです。ということで、まあこのくらいが今美味しい時と、これはあまり渋みの入っているそのボルドのワインやなんかと違いまして、酸味の強い品種です。ですからそんなに寝かせるよりは、まあ、1年樽に寝かせさえすれば、これからは今頃が飲み頃ということで、いやこの 1,2 年はねまだまだもちろん大丈夫なんですが、はい、さてこれは十勝ワインの品種、うん、池田町ぶどうぶどう酒研究所っていうところがありまして、そこが開発した、山幸とか清米というまさに北海道の十勝ワインの品種、それを植えまして、そしてできたのがこのワインということです。ということから、まあ、北の大地からの贈り物というこんなタグラインを、まあ、つけさせてもらったと。そして雪解けという名前がついています。実のところは2015年からこの、私どものワイナリー構想が始まっていたんですが、2017年にできたブドウで、2018年には一度、ワインは出来上がったんですけども、まあ、これはいろいろ問題がありまして、まあ、美味しかったんですよ、はい、ところがこれを継続することができなくて、改めまして2021年に収穫できたところから、まあ、始まったということです。さて改めまして、その昔はこんな芽室七つ星、ね、こんな計画、ビレッジをこう計画していたと。そしてその次にはこの土と太陽のビレッジということで、やっぱりここまで、まあ、全体構想が出ていた土と太陽のビレッジ、そうですね。そして実際に十勝里山デザイン研究所っていうのがありまして、まあこれが私が一応社長を務めていたんですが、そこがやってるのが芽室ワインバレー研究会、そしてこれが構想として、こちらにはブドウ育成管理部門と、それと今度ビレッジ管理推進部門というのがあって、これはもうビレッジで販売したりなんかする、こちらはブドウを生産する、そしてこれワイナリーを中心としたまちづくり構想というのが、まあこの計画だったと。実際に事業収支計画書もきちっと出ています。そして本来であれば2019年にワイナリー建設されていたりすると、そして2020年にはもうそのワインもでき、そしてこの建屋も全部できて、で構想は本格始動という予定だったんですが、まあ残念ながら、まあこういう構想だったんですね。多くの人たちがここを訪ねると、まあもっと分かりやすく言いますと、人口はこれから北海道の町はどんどん減っていく、であれば増やすことは難しい代わりに交流人口を多くしようという、そういう計画のもとに、まあ日本中から、いや世界からね、インバウンドの人たちも含めて、まあ、来てもらって、そしてこの芽室町というこの町を活性化させていこうと、そしてそこでの産物ももっともっと広げていこうという計画だったということです、はい、実際にここまで
ちっとこれはレストランであるとか、またパン工房であるとか、まあ、そういうところの建屋、それからここがワイナリーですね、ワイナリーであったり、まあ、それを試飲する場所であると、この辺の一帯はこう目室町のこう町という、ここまでの計画を立てないと実はこういう収支計画書が出てこないわけなんですよね。まあ、どのぐらいの人たちがここにまあ働き、そしてまたどのぐらいでこう収支が合うのかっていうことも全部されていた、はい、こういう計画が全部あって、ここの金額は言いませんが、ほとんどまあこのぐらい、ね、はい、近い金額が計画されていたということなんですが、さて改めましてこの計画というのが、まあ、どういう計画で本来どこに着地する予定だった、今言いましたようにもう今はそのままやっていて、このコロナ禍もなければ、まあ、どんどんこれから、ね、ワインもたくさんでき街に人が来る予定だったところが、まあ、ちょっとした、まあ、私たちの支援をしてくれる、いや僕が苗を渡した農家たちの、まあ、一部の、まあ、離脱結託しての離脱がありまして、これによってちょっと頓挫してたっていうことなんですね。2018年から19年にかけて、でこれが実は最終的な結論を言いますと、これが功を奏してとは言わないんですが、このトラブルによるこのワインバレー構想の頓挫が結果的にこの、コロナ禍、まあもっと言えばこのパンデミックによって人が交流しなくなった、この大きなリスクを回避できた、もっと言えばこの建屋などもう何億円もかける予定が止まってしまったことが、実はこのパンデミックが来たことによってもっともっと大変な目に遭うところを避けることができた、回避できたというのが、まあ、今回の顛末ではあるということです。はい、ということで、まあまあこのメモロワインバレー構想というのは、まあ、そのまま展開していくっていうのはできなくなってしまったんですが、まだこのパンデミックの、ね、余波が続いているわけなんですが、そのことを思えば、まあ、私どもの味方であるその農家の人たちのそのブドウを東京で醸造できて、こうやってこうできてきた、すなわちこれは2021年ですが、22年23年のといってどんどんできていくわけです。まあ、苗というのは30年40年ブドウを鳴らしてくれるわけです。そういうことから、まあ、結果的にこれから、ね、ずっとワインを作られていくということで、まあ、毎年、新しいワインを味わうことができるようになったということです。ということで、まあ、この味も本当にこう期待なんですが、少し前のこのビジネスの達人でもお話ししました、この人間万事採用が馬イズムというお話をしたんですが、まあ、何が幸運で何が災いになるかわからないよと、一見こうやってることがどんな、ね、社会性があったとしても場合によっては災いを受けることがある、そしてまたでもその災いがこの大きなリスク回避につながることもできるっていうのが、まさに私が実体験した人間万事採用がうまいズームということでした。ということで皆さん、この、北の大地からの贈り物雪解け2021、ぜひ飲んでいただきたい、もし興味を持った方、いやみんな興味持ったと思いますが、福生市の石川酒造宛てに、まあ、連絡していただければ、このワインを、まあ、入手することができますということで、まあ、皆さんも人間万事採用が、まあ、何が本当に走行するのか分かんないよということを信じていただいて、常にその先に行くと、何があろうともその先に行けば災いが、それがラッキーの入り口かもしれないというお話でした。北の大地からの贈り物雪解け2021、仕上がりましたというお話でした。